ペトル・コプシュタインの機体ペトル・コプシュタインは、チェコ共和国の極技飛行パイロット。アンリミテッド部門では、チェコ代表に選出された。2005年に、ブダペストで行われた2005年レッドブルエアレースを、間近で観戦したのがきっかけで、エアレースパイロットを志すようになった。プラハ大学に在学中に操縦訓練を開始し、大学院で経済学の修士号を取得した後、 本格的にエアロバティックスを開始。2014年、レッドブルエアレースワールドシリーズのチャレンジャークラスに参戦し、最終戦で優勝した。同年、チェコの国内選手権のアンリミテッド部門で、同僚で友人でもあるマルティンソンカを下して優勝。使用期は、エクストラ 330SC だった。2015年、2シーズン目のレッドブルエアレースワールドシリーズ、チャレンジャークラスでは、 6大会に参戦し28ポイントを獲得し首位に立ち、最終戦では4位に入った。2016年1月19日、スロベニアのピーター・ポドランセックと共に、マスタークラスに昇格することが発表された。2017年シーズン第2戦サンディエゴ大会で、マスタークラスに昇格してから初めて、ラウンドオブ8に進出し6位、続く第3戦、千葉大会では、 敗者最速枠で勝ち上がり、ファイナル4に進出、最終的に2位となった。レッドブルエアレースでは、チームスピルバーグとして活動していた。ありがとうございます。